アフリカ TV は P2P P ベースの映像配信サービス。二千十一年に運営元だったナオコムがアフリーキャトブ CEO リミテッド e d と Z メジアの二社に分割された後、現在は韓国のアフリーキャトブ CEO リミテッドが所有、運営している。アフリカ TV は二千五年五月十一日に W ベータサービスとして開始され、二千六年三月九日に 公式にアフリーカと命名された。このサイトは主にテレビ番組を再放送するが、ユーザーは自分のビデオや番組をアップロードすることもできる。ブロードキャストジョッキーと呼ばれる独自の放送者は視聴者にライブ放送を配信し、視聴者はアフリカ TV の視聴ツールを使い、b j をお気に入りリストに追加することができる。一部のチャンネルにはいつでも何万人もの視聴者が、 存在する。視聴者が星風船と呼ばれる有料アイテムを送ることで BJ は収益を得ることができ、クイックビューやチャンネルリレーなどの有料サービスでも BJ に追加の収益源が提供される。プラットフォーム自体は TV 放送、ゲームのライブ配信、タクシードライバーのモニタリング、アーティストのパフォーマンス、個人の日常のビデオブログ及び女優やプロの 放送事業者の番組など多岐にわたっている。アフリカの親会社であるナオコムのムンヨン宿社長は著作権侵害の映画を違法に流通させたとして2008年に逮捕された。この逮捕はアフリカ TV を政府抗議者が使用していたことに対する政治的な理由によるものとの噂もある。2012年9月27日、アフリカ TV の英語版が Google プレイス s アに公開され、2014年9月16日から日本語版サイトが開始したが、2017年7月20日のリニューアルに伴い、サイトが統一された。アフリカの役割の拡大の一例として、ソウル特別市の僕玄順市長と共に、ライブトークセッションの運営を行い、アフリカ TV 以上で生放送を行った。同はこのプラットフォームを利用して、 コミュニティの意見を収集し、様々な専門分野のブロガーが対話に参加できるコミュニティスキャンフォーラムを実施した。ブロガーたちは、ソウルが直面している問題を述べ、自身の専門分野での解決策を提案し、ソウル特別市の行政についての徹底的な議論で、牧師長と意見を交換した。アフリカ TV が人気になっていくにつれ、ナインミューゼスといった多くのアイドルグループは、 彼らのファンのためにアフリカ TV に参加した2012年の第19代総選挙ではリアルタイム選挙運動放送として活用された。アフリカ TV をめぐっては性的コンテンツの提供や障害者に対しての侮辱など多くの社会的な問題が起きていた。多数の放送者がこれらの問題に関与しており、アフリカ TV の運営は関係者の ID の停止に踏み切った。 そのような問題のため、韓国のマスメディアは、個人の放送プラットフォームについて、懸念を示した。戦術の星風船が過激な動画を煽っているという、声もある。同社は2016年1月23日にスペニューの、スタークラフトにチームを獲得しており、同チームは、プロリーグへの参加を果たした同年から、ブリザードエンターテイメント社公認大会である。 グローバルストクラフト2リーグの運営を開始した。過去にも同社はリーグオブレジェンズのプロチームのスポンサーをしていた。アフリカは2016年1月23日にブルード王ートーナメントの2シーズンのスポンサーをすると発表した。2018年1月現在、上記のゲームの他にプラーンノン、S バトルグラウンズ、鉄拳7、オーバーウォッチ等の e スポーツ大会のスポンサー。 または配信をしている。ありがとうございます。